日本生命病院は、公益財団法人日本生命再生会が、大阪府大阪市西区江ノ小島に設置する病院。大阪府癌診療拠点病院、地域医療支援病院などに指定されている。社会福祉法に基づく、無料定額診療を行っている。AB、大阪府内の癌診療拠点病院一覧。大阪府健康医療部健康推進室。 健康づくり化生活習慣病、癌対策グループ。2020年8月9日閲覧。大阪府内の地域医療支援病院一覧。大阪府。2020年5月6日閲覧。無料定額診療事業実施施設一覧表。大阪府。2020年5月6日閲覧。遠隔。日本生命病院。2020年8月9日閲覧。AB。 大阪府医療機関情報システム大阪府2020年5月6日閲覧二次救急医療体制大阪府2020年5月7日閲覧大阪府内の地域医療支援病院一覧令和2年3月10日現在大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画開示グループ2020年8月9日閲覧 病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年8月9日閲覧。NPO 法人卒後臨床研修評価。機構認定症発行病院一覧。NPO 法人卒後臨床研修評価機構認定証発行病院一覧 n p o 法人卒後臨床研修評価機構2020年8月9日閲覧。ありがとうございます。